皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、新規生徒さんの集客が止まっている時、一番最初に見直したいこととは、ということについてお話をしていきたいと思います。どの時代ででもですね、例えば長年やってる先生とか、やり始めて走り出し数年の先生だったとしてもですね、予約がずっと、一度も落ちたこともなく続くっていうのはなかなか難しい。もちろんできてる方もいらっしゃるんですけれども、なかなか難しいっていうのが教室集客の部分では、現状であると思います。でしかも駆け出し、そうですね、3年以内の先生とかだと、やはりちょっと何か、そうですね、ブログの更新ちょっとサボっちゃったとか、そうだな、あとは何でしょう、インスタグラムアップをちょっとサボっちゃったとか、そんな形でも予約ってカクッと落ちたりするのが、出だしの頃なんですね。でなぜ落ちるのかっていうと、まあ安定して、生徒さんが来るほどの量を持っていないから、生徒さんのリストを持っていないから、ずっとこう来続けてくれる人だけでずっと成り立つわけでもないので、そのあたりのハンドリングが難しかったりするんですね。そうすると、まあ、ある時にピタッと止まることとかあります、まあ、私も経験しています。その時はブログの更新が頻度がガクッと落ちたというか、落としてしまった時に同時に予約がパタッと終わったみたいな形になったので、継続的に、あまりこう影響がなく集客できる仕組みを作ろうと思ってやっているのが、まあ、メールマガなんですけれどもね。継続的に人を増やし続けて、いつか習いたいっていう人を増やし続けるっていう、まあこれは地道なルーティンでやる必要はあるんですけれども、まあその対策の話はさておきですね、要は止まってしまうことがあるっていうことです、大概の先生は。ですからその時に、まあ一番最初に何かを見直さなくてはいけなくって、その見直してほしいことをどういう基準で考えていったらいいのかっていう、これをですね、まあちょっとお伝えしたいなというふうに思っているのが今日のテーマです。はい、では本題に入りたいと思います。まずですね、止まっているということはいろんな要因が実は考えることができます。例えば、そうですね、新規生徒さんが今まで普通に集まってきたのがピタッと止まるっていう場合にはですね、たまたまっていう場合も実は入っちゃったりするんですよ。その時期が、自分の持ってる顧客層の人々がたまたま行けるような時期ではないということでピタッと止まるようなケースがあります。でその時には人数をたくさん持ってれば、そういう状態を防ぐこともできるんですね。確率論の問題だから、それは行くことができると思うんです。ですがなかなかその止まった要因っていうのを自分で探していくの若干難しいんですよね。本当にタイミングっていうケースも実はあったりします。でこれがですね、数ヶ月もしも続いてしまうような状態、ないしは微減っていうんですか、ちょっとずつ長い間かけて減っていくっていう、この形だとやはり見直さなくてはいけないこと、原因を考えなくてはいけないという対策が急務になります。じゃあだんだん減っていくケースは何が考えられるのかっていうと、一番大きな要因は時代の変化ですね。時代の変化ということは、例えばまあ大きいところで言うと、世の中の情勢が変わるとき、消費税がアップするとかですね、あとはもっとあまりこういいお話ではありませんけれども、災害系ですね、阪神・淡路とか東北大地震とかですね、あといろいろとこう大きな災害があると、教室業っていうのは基本楽しい領域の業種業態なので、そこにお金を割くよりは生活の方にお金を割きたいっていうふうに世の中が変わるので、楽しいこととか趣味娯楽系は、まあ、削られていく要因真っ先に削られていくものになりますから、そういった災害イベントとかには弱いで
ですね、基本的に。ですから私が教室を立ち上げたのはたまたま東北の大地震の時の 3.11 の後の8月に会社を辞めて、その翌年に起こしてますので、その時はまだ会社員だったんですよね。で会社員で営業回ってる最中に被災をしているので、当日は家には帰れてないんですけれども、そういう何か災害があった時にはもうとにかく家の状況を整えるのが必死なので、いろんな先生がそれを機会に休んだ先生もいらっしゃいますし、休むと生徒さんが戻ってこないケースとか結構ありますので、休んだケースと、あとはやはりその生徒さんとの付き合いと長さにもよるんでしょうけれども、なんだろうな、家は確かにこういう状況だけれども、ここに来るっていうこと自体が自分にとっての活力になる場所だから、やめないでほしいっていうか、なるべく可能な限り回数減らしてもいいから続けてほしいって生徒さんに言われてずっと続けてた先生も知ってますし、対応はね、いろいろなんですよね。ただ世の中の情勢が変わる時っていうのは、同時に教室業のその収益ベース、集客ベースとか、このあたりも全部変わってきちゃう可能性がある。でこれは読めないんですよ。これは変化が起こった時にどう対応するかって、きっとその場で考えなくてはいけないことなんですけれどもね。だから時代の変化っていうものはあるんだっていう前提で、それがあった時にどう備えるかっていうのも日々考えておく方がいいわけですよね。だから止まっているっていう現象は今止まったわけじゃなくて、じわじわと自分が積み重ねてきた過去の、対策がそのまま止まるということに、現象としてなって現れただけなんで、本当はもっと手前に手を打つことはできることがあるんですよね。じゃあ例えばなんですけど、じゃあ今ですね、その災害が起こったとします。そしてそのこの場所で仕事ができないということになった時に、私はどういうことを考えているかっていうと、全てが現実的にうまくいくとは思ってません。だけれどもプランとしてあるプランがあるんですね。それはパンの時では結構難しかったんですけれども、今現在コンサル業っていう業種業態になってますので、下手なこと言えば私の頭と体があればですね、取り急ぎ挙手はどこでもよくって、コンサルの相談の内容を答えていくことはできるわけなので、単純に挙手を動かすっていうことは私の場合にはできるわけです。で、同時にじゃあ主人は会社勤めじゃないかっていうことで、会社がどういう状況になるのか、そういう災害を、きっかけに倒産する会社とかもありますから、基本私は主人の仕事も盤石だとは全然思ってないですし、私もコンサル自体はもちろんできますけど、クライアントさんが辞めてしまうケースとかだって当然あり得るわけなので、いろんなケースを想定はしてはいるんですけどね。ただすごく贅沢をしなければ、私が挙手を移したところに仮に旦那が来たとしても、おそらくそこでやっていくことはできるであろうっていうイメージがあるんですよね。でパンの時だとオーブンがないと教えることができなかったし、なんていうのかな、その場所に着く要素が非常に強かったので、パン教室をやりながらも、そうじゃなくて大丈夫な職業、例えばそれが電子書籍の講師であったりとかですね、そうですね、若干コーチングとかそういった料金ちょっと近い、カウンセリングの料金近いフノルマンカードリーディング&カウンセリングっていう、そういった技術も持っているわけなので、それをもってして、集客の術は分かっているので、それに合わせて集客をしていくっていうことですね、をしながらでも、だから場所を移してもたくましく生きていけるという方策を取って私の今のビジネスは回しているっていう感じなんですよね。
これは私が一人で考えたのではなく、やはりとある方がですね、挙手を何個か事務所的に何個か持っていて、やはりそういう災害とか何か起こった時にこちらではなくこちらに飛んでそちらの方で中心に活動するっていうのを実際に見ていたので、あ、そういう働き方もあるんだなっていうのはうっすら分かっていたんです。で、今はやってないですけれども、当時スカイプでパンを教えるっていうのをモニターでやってた時代がありまして、ネット通信の環境が良くなかったのでそのプランはやめてしまったんですけれども、今 Zoom っていう便利な、システム環境が軽くて回しやすいっていうか、そんなに通信が切れなくってやっていけるような仕組みもありますから、Zoom で料理を教える、パンを教えるっていう講座の内容を組み替えることがもしもできるのであれば、そういったことで収入を途絶えさせることもなく、要は、時代の変化ないしは環境の変化にでも、耐えられるような教室づくりっていうのはすることはできたりします。ですので、一番最初に考えなくちゃいけないのが、時代は今あなたがやっている教室は時代のニーズに合っているのか、時代のニーズと、あとは顧客属性とかお客様の層もどんどん変わっていくんですよね。ですから教室事業もそうですし、サービス業全般そうなのかもしれないんですけれども、業種業態としては変化対応業になっていって、変化に合わせながら、しかも変化をどちらかというと先取りですね、時代がこう来るであろうっていうことを予測しながら先取りして皆さんが喜ぶもの、欲しがるものを提供していくっていう、やっぱ時代察知能力になるのかな、それに合わせて講座を組みながら提供していっている先生とかはあまりこう停滞とか止まったりっていうことがなかったりするんですね。ですから講座リニューアルを一度もしたことがない、ないしは微調整も一度もしてない状態でどんどん人が減ってるっていうところはある意味当たり前といえば当たり前になります。時代は変わってるし、教室も増えてます。あと来たいお客様のニーズも多様化してて、その中のどの人に、ピンポイントで、自分のサービスを受けてもらったらいいのかってこちらも考えながら発信をしていかなくてはいけないんですね。ですから時代の変化をまず捉えることが必要、環境の変化を捉えることが必要と同時に、それに合わせたコンセプト、ないしは教室の運営方針ですね、これを再設定する必要があるんですよ。で、大きな軸はずらしてはいけないんですけれども、そうですね、例えば何だろうな、大きな軸、私の現状で言うと、女性の自立を支援するっていうことでのコンサルティングを中心にやってますので、女性が輝くためのお手伝いっていうのがメインになるわけですよね、性別で言うと。で、じゃあ男性は見ないんですかっていう話になると、男性そのものの自立と支援っていうところだと私の領域ではないんですが、男性経営者が実際に喜ばせる相手、サービスをする相手が女性クライアントだったりする男性経営者の相談には乗るっていうことになります。なので、その軸はずらさないんだけど、見せ方と見え方とプランとかは変えていく、微調整はかけていくっていうのは当然時代に合わせてやっていくべき内容になると思います。なので、パン教室も私やってましたけれども、コースごと時代の変化に合わせて立てたり潰したりっていうのを半期に一度コースの見直しはやってましたね。長くロングランは続くのはもちろん続いてたんですけれども、これじゃなくてこっちの方がいいかなっていう講座を作る時には1個潰して新しいのをやるっていう、それを入れ替え、講座の入れ替えとかやってましたね。ですからそれに合わせて、もしや場合によっては大掛かりなリニューアルが必要な教室とかだと、コンセプトからもしかしたら変えないと生き残っていけない世の中になってしまっているのかもしれません。ですので、最近集客がうまくいかなくてどん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 、人数が減ってますっていう先生とお話を聞くと、大抵あまりその講座そのものないしは教室のコンセプトに手を入れていないケースが多くて、要は時代のニーズと合ってない、ないしは顧客ニーズと合ってないっていうまま発信し続ける、
ことが多かったりしてるなと感じます。ですから例えば教室とかが今すごく増えてきて、例えばキーワード検索とかをした場合にですね、そのある特定のキーワード、例えば横浜版教室とかっていうので探した場合にはダーッと出てきます。そして、ホームページに飛んで一個一個チェックするんですけれども、あの大概に似たような歌い文句というか、うちはこれが親切丁寧少人数 OK 優しく教えます、健康にいいパンを教えますとかね、まあまあまあ大体似たようなキャッチコピーが並んでいるので、まあ、そもそもそうなってしまうとキャッチされないコピー文章ってことですよね。どこでも一緒だから、まあ、だからその同業他社比較とか研究もあまりやってない方が多いっていうことなんですけどね。その中で目に止まってサイト来てからが勝負になりますから、そもそも目に止まらないとクリックもされないっていうことになるので、ずっと昔から全く同じホームページを使っている、ないしは発信方法をしているっていう方は、どんどん下がっていくっていうのもある意味、まあ、仕方がないというか、ある意味そうですよねという内容になってしまいます。ですから見直しをしたいときに一番考えたいのは、コンセプトはもちろん変える必要がある場合にはやっていくんですけど、それ以前に今自分の教室っていうのは社会の中でのどういう立ち位置になっているのか、業界全体でどういう立ち位置になっているのか、地域エリアでどういう立ち位置になっているのか、今自分が目指している集めたいお客様っていうのはそもそも人口がいる領域を自分は狙いにいっているのかどうなのかとか、まあ、それも含めてですね、再検討する必要があり、そういう時期になっているということです。で、これは全然悲観的に考える必要はなくてですね、人間も当然進化をするし、人間は環境に対応しながら生きていくものですから、もう本当に、ね、今令和の時代になりましたけれども、私なんか昭和の方の人間になる、いわゆるもう一世代前、二世代か前の人になってしまっているわけですよね。そうすると、まあ、令和の価値観っていうのは当然あって、それが違うっていうのは、違うと理解して自分とどうマッチングさせるかっていうのは考えていくっていうのは、今の時代を生きていく上には必要な知恵になってきます。はい、ですので、まとめますと、新規生徒さんの集客が止まっている時には何かを見直さなくちゃいけない時期なんですね。で、その時に一番最初に考えたいのは、時代の変化、環境の変化の検討と検証と、あとご自身の教室のコンセプトの再設定、これを考えてみるっていうのが、急務かなというふうに思いますので、ぜひご参考にしてください。それでは。